これからの時期っていうのはいかに時間を上手に使っていくか、一回過去問演習をして解いた時間をいかに価値を高めていくかっていうのがめちゃめちゃ大事なんよね。まず3つのコツのうちの1つ目、この3つのポイントをしっかり守って過去問演習をしてもらえれば、1回の過去問演習にかけた時間っていうのが価値が10倍にも20倍にもどんどん価値が上がっていくので、あなたは絶対合格できる。どうも、いばしおりです。今回は過去問演習の効率を10倍にする3つのコツをお届けしていきたいと思います。過去問って1回解いたら60分とか80分とか長い時間使うやんか。しかもその復習にさらに60分かかるっていう風になるから、教科の1回分の過去問を解いたら2時間とか3時間とかがボンって経ってしまうっていうのがあって、まあ、かなり今からの時期の勉強ってもう過去問に多くの時間を割くっていう風になっていくのね。でもそのせっかくその3時間を使ったのであれば、やっぱ最大限次につながるような勉強をしていきたいやんか。でないと結局問題解いて答え見て3時間使ったけど、いつの間にかそこから吸収できるエッセンスがその時は頭の中に入ってても結局無駄になっちゃいましたっていう風になってしまったら、その使った3時間が全部こう無駄になってしまうから、その過去問演習をした時間っていうのを最大限有効活用するっていうのが大事なので、これからの時期っていうのはいかに時間を上手に使っていくか、一回過去問演習をして解いた時間をいかに価値を高めていくかっていうのがめちゃめちゃ大事なんよね。今回はその過去問演習の効率を10倍に高めるコツっていうのを、実際に私が講師を務めるミスターステップアップで受験生たちに教えてることをですね、紹介していきたいと思います。まず3つのコツのうちの1つ目、じゃん、ノートを作る。過去問を解いた後に特に共通テスト、国立を目指す人は共通テストの直近5年分5回分の過去問や模擬試験の問題っていうのをノートと答えをちっちゃくコピーして、その見開きので見れるようにノートに貼ってほしいのね。問題と回答を同時に見れるようにノートに貼ると自分自身で反復がしやすくなるから、そこから1回解いた問題を何回も反復して、7回とか8回とか反復して、その過去問のその傾向をつかむことができます。でこれをその過去問のままでもいいやんってね、思う子がいるかもしれないけど、それでも全然いいんやけど、大事なのはやっぱ問題と答えがセットで見れるかどうかと、自分が解いた時の発見とかその改善点とか武器を抽出していくってことやね。この問題の解き方は違うところでも使えるなって、この発想は違う場面でも使えるなと思ったら、その武器を抽出して反復して自分のものにするっていうのがすごく大事やから、やっぱ赤本のままやとすっごい分厚いし反復しにくいから、ちょっとやりにくい。だからできればちっちゃく圧縮してコピーして、でノートに貼るのが一番反復しやすいです。でちょっとノートに貼るのはあまりにも手間がかかるなっていう場合は赤本でもいいけど、その赤本に直接そのオレンジのペンとかでコツを書き込んで、その部分を反復するようにすれば5年分なんとか反復できるから、それでも大丈夫ですが、そのどうしても分厚くて持ち運びがしにくいから反復がおろそかになってしまう危険があるので、それだけはね、自分自身で管理してしっかり反復をするように心がけてください。で3つのコツのうちの2つ目、反復で、一回せっかく解いたとしても結局たくさん問題を解いただけで身についてないっていう風になってしまったら、ただの解き散らかしになっちゃうよね。だから一回解いた問題をまたそれも最低7回反復する。例えば数学であれば毎回解いてたら7回はできないから、問題を見てその解法が口でスラスラ出てくるかどうかっていうのを確認するようにしていけば、過去問で5年分でも7回を反復することができるので、ノートを作った後はそれを反復するっていうのをやっていきましょう。で、直近5年分、共通テストでも二次試験でも5年分を徹底的に研究して、それを自分の中に吸収することができれば、5年分ね、ざーっと問題を見たら、大体その大学の試験の傾向だったりとか、問いたいこと、その大学が受験生に対して試したいことっていうのがその5年分にその現れてるのね。だから最低5年分やってもらえれば、その大学が問いたいことのパターンって網羅されるから、まず5年分ノートを作ってそれを反復するようにしましょう。まあ、くれぐれもいっぱい解いて解きっぱなしっていう状態は良くないからやめるようにしようね。どうしても
5年分やった後はそれを反復するだけで成績が上がるわけではないから、それが終わったらその次にまた新しい過去問を用意して時間を計って解いてみる。実際にこう得点力につながっているかどうかとか、実際に得点が上がるような勉強ができているかどうかっていうのを過去問を通して確認していくのが大事なので、5年分反復した後っていうのはまたプラス5年分、10年分、15年分、20年分できる限りたくさんの過去問を解いていくようにしましょう。で、5年分徹底的に頭に入れたら大体も同じような問題やなっていうのも出てきたりするので、解きまくりをしていく過去問に関してはその解いた後はどうするかなんやけど、全部脳を作ってたらあまりにもすごい量になっちゃうから、自分が復習したいポイントだけを抽出してメモして書くっていう風にしていくと、ちっちゃく圧縮してノートを作ることができて反復もしやすくなるので、必ず解きっぱなしにするのではなく、自分が復習しないといけないことっていうのは必ずノートにまとめていくっていう風にしていきましょう。じゃあ最後、過去問演習の効率を高める3つのポイント、3つ目、一網打尽。一網打尽っていうのはどういうことかっていうと、例えば過去問を解きました、間違えました、間違えた時にその間違えたポイントだけを復習するのではなくて、例えば科学で言うと、じゃあフッ素は何族の元素かって言われた時に、17族が正解やけど18族って答えてしまったってことがあるとするよね。そしたらフッ素は17族だっていうことだけを覚えるんじゃなくて、17族まとめて覚える、いやなんならそれ以外の族、1族2族とか15族とか16族とか18族も全部一気に復習するようにすると、1個のミスが全体の今後の点数につながっていくような勉強になるのね。フッ素17族間違えたってなったら、他の元素の族も全部言えるようにしたら、次の入試問題解いた時に、じゃあヘリウムは何族かとかベリリウムは何族かとかって聞かれた時に即答できたらさ、一個のミスがいろんな角度から聞かれるその問題に通ずるような勉強ができるようになっていくよね。で、一個ミスったら必ずこう全的に復習するっていう風にやっていくといいと。一個のミスをただ1対1対応だけでやっていくと、いくら問題解いても網羅できないから、そういう風に1個のミスからこう全体に広がるようにやっていくと過去問演習がものすごく生きてきます。だから、ぜひやってみてね。この3つのポイントをしっかり守って過去問演習をしてもらえれば、1回の過去問演習にかけた時間っていうのが価値が10倍にも20倍にもどんどん価値が上がっていくので、本当に究極1個の過去問からもうその教科全体の感覚が上がったりとか、その1問の問題がきっかけで英語がめっちゃ得意な感覚になったとか、そういった感覚になることができるぐらい、その過去問演習をしっかり1年分極めてやってもらえたら学力アップにつながるので、ぜひやってみてください。ということで、今回は過去問演習効率を10倍にする3つのコツということでお伝えしていきました。ぜひ実践してこれからの勉強の時間をどんどん効率よくしていって、時間の密度をどんどん上げていきましょう。私が講師を務めるミスターステップアップでは、こういうふうに過去問演習1つ、問題集の反復1つとってもいかに効率を上げていって時間の価値を高めていくか、時間の密度を上げていくかっていうことを日々、通塾コースや通信コース、あとはスクーリングコースで伝えさせてもらっています。興味がある人はぜひ概要欄の URL をクリックして、各コースの詳細を見てみてください。みんなと会えるのをとっても楽しみにしています。ということで、この動画を気に入ってくれたみんなは、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ってことで、あなたは絶対合格できる。みんなで合格。いわしおりでした。バイバーイ。